今回は僕が4ヶ月で13キロ痩せた時に食べていた本気で痩せるツナオクラ丼を作っていくよ。あなたにオクラネバって、こうオクラだけにってネバネバもかけてオクラネバってなんか。こんにちは、リョウフィットネスのリョウセイです。ダイエット中は運動だけではなく食事にも気を使うよね。低脂質でカロリーの低いメニューにするのが理想的だけど、ダイエット中に食べたくなるのがご飯の上に美味しい具材やおかずを乗せて食べる丼料理。実はダイエット中でもヘルシーな具材を選択すれば丼を美味しく食べることができるよ。今回は僕が4ヶ月で13キロ痩せた時に食べていた満足度 100% 本気で痩せるツナオクラ丼を作っていくよ。イエイ。それでは早速作っていこう。今回使っていくのがオクラ。これ L サイズで結構デカめなんで、今回は1本なんですけど、 M サイズで短めだったら2本ぐらい使っていこう。そしてツナ缶、ニンニクチューブ、醤油、ごま油、そして玄米 100g、そして出汁の素を使っていく。もう量が少ないね。新しいの出してあげてて、こう出汁だけ。まずオクラを板ずりしていく。板ずりはね、塩パパーってかけてあげて、で、これコロコロしてあげるだけで、コロ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 してあげて。そうするとね、色合いも良くなるし、味も美味しくなるから、まあ、ちょっとね、手間かもしれないけど、塩かけてコロコロしてあげよう。そしたらお水でよく洗ってあげる。パシャパシャと。そしたらオクラ切っていく。ね、オクラはね、ヘタはちょっと硬いからね、切ってあげて、で、輪切りにしていく。OK、こんな感じ。そしたらね、容器に移して、ラップかけて、600ワットのレンジで40秒ほど温めよう。オクラが温め終わったら、ツナ缶入れていく。ツナ缶入れて、調味料も入れていく。だしの素小さじ1杯、醤油小さじ1、ごま油小さじ1杯、そしてニンニクチューブを1センチほど。ああ、もういつも出しすぎちゃう。そしてよく混ぜていく。おお、すごいネバネバしてる。めっちゃ簡単じゃない。これをご飯にかけるだけ。じゃあこのご飯茶の上にライドをオンしていく。うわ、うまそう。あとお好みでね、ごまと刻み海苔をパパパッと振りかけてあげて、これで完成。めっちゃ簡単。驚異のスピード。チーターより速い。はい、できました。本気で痩せるツナオクラ丼。オクラレシピ、あなたにオクラネバって、こうオクラだけにってネバネバもかけてオクラネバってね。はい、ということで食べていきたいと思います。いただきます。いや、オクラとツナが合う。いや、もう嫉妬しちゃうレベルで合うね、これは。ごま油の風味とニンニクがガツンときて、めちゃくちゃ満足感あるね、これは。しかもこれカロリーが274キロカロリー、タンパク質も 15g 取れちゃって、脂質もね、なんと 6g、 もう 10g 以下。どうしてもね、丼でこう牛丼とか食べちゃうと、もう軽く800キロカロリーぐらいいっちゃうんだよね。もう半分以下のカロリーでこうやってね、丼が食べられる。すごいね、便利な丼レシピ。もうどのぐらい便利かっていうと、ニトリぐらい。ニトリぐらい便利。うん、すごく便利だね。しかも、ツナやオクラにはダイエット効果があって、まずツナには、タンパク質が豊富で、筋肉の働きを高めることで代謝がアップして、脂肪燃焼効果を見込めるんだよね。そして、オクラには、ネバネバのね、食物繊維が豊富。便秘の解消に役立ち、腸内をきれいにすることで体に痩せやすい菌を増やすことができる。なので、このツナとオクラの組み合わせっていうのはめちゃくちゃおすすめ。ダイエット中でも満足のいく丼を食べたいという方は、ぜひこのレシピ参考にして作ってみてね。これからもダイエットに役立つレシピを投稿していくよ。他にも気になることや、こんなレシピを作ってほしいというものがあればコメントで教えてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。Just a sexy smile.